まあ言うてもね、こっちも50レベルだし、この武器トリガーもね、レベル9なんで、まあいけんじゃねえと、うわという夢を見たんだ。闇の炎に抱かれて消えろ、貴様のその服を貴様の父の色で染め上げてやる。もうあれだから何を言ってるのか分かんない。はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。ワールドトリガーボーダレスミッションやっていきたいと思います。今回はまたまたまた特別編ということでですね、まあやりたいと思うのはこのガンナこうね、ハンドガン2丁でまあちょっと勝ち抜けるかっていうことをねやってみたいと思います。まあ完全にこの検証動画みたいになってるんですけど、まあ最近ね、あのハンドガン、まあちょっとこのゲームにはないハンドガンだけど、まあリボルバー2丁ですごい強い人がいると、まあイバさんなんですけどめちゃめちゃねかっこいいので、あの人にどこまで近づけるかなと、まあこのゲームでねできるかなと思って組んでみました。まあどこまでドーピングすれば、まあここまでドーピングすればいけるんじゃねみたいな感じのところでね。でやるミッションはですね、これですね、このボーダレスミッションはまあフリーのラストのやつなんですけど、まあ、書いてある通り A 級部隊勝ち抜き戦ということで、まあ A 級のやつらがわらわらと出てくるんですよ。これでね、まああんだけ盛ればね、いけんじゃねみたいな感じでちょっと行ってみようと思います。というわけでトリガーオン、死力を尽くして戦ってくれ。まあ言うてもね、こっちも50レベルだし、この武器トリガーもねレベル9なんで、まあいけんじゃねえと思うわけですよ。その一番ね、あのハンドガンに適性があるのがこの宮さんなんで、宮さんにしました。早速ね、初回はまず宮隊さあ行ってきますよ。おうおう、あれこれ思ったよりヘリが少ないな、おかしいぞ僕の予想ではもっとガンガン減るつもりだったんだけどな。まあちょっとね、こっちはね今耐久力も持ってるので、あんま弾食らってもね減らないんですよね。で持ってるのはメテオラとアステロイド、これでしましまと削っていこうと思います。あれこれ結構これがなかなかどうしてきついんじゃないの、なんかおかしいな、あんまね思った以上にね減らないんだねこれハンドガンってこんな威力低かったっけ。いやそんなことはないでしょ。いや大丈夫大丈夫、まだまだこれね序の口なんで、いける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 、絶対いける。まずこの宮さんをね落とす。この陽介の槍となぜか持ってる奈良坂さんのショットガンに注意しながらいきますよ。もうそろそろ宮さんが落ちるな。よいっと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 いっ、邪魔をするな、くそよしよし落とした。次はお前だ陽介、陽介メテオラがあればアタッカーには有利なはずだが、ちょっとこれは奈良坂がうっとうしい、くそあという夢を見たんだ。いやいやいや大丈夫ですよ、そんなね、そんな負けるなんてことはないですから。まずはねこの宮さん落として、えあれさっき宮さん落ちてたって、そんなことないって、見間違いでしょ。いや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 大丈夫ですよ、こんなやつらに負けることないって、絶対大丈夫だから。ほら早速ねこうやってメテオラ2丁で、あれそうだ、あーまあまあまあメテオラ2丁、最初からメテオラ2丁だった、うん、アステロイドなんてなかった、大丈夫大丈夫。まずねこのねくそ全然落とせねえじゃねえか、話が違うよさっきと、なんでだよ、ロケハンでは1回ぐらいかかってたのに、ちょっと待って待って、おかしいって、なんでこんな急に強くなってんのモンスター、モンスターじゃないって、敵やばいやばいやばい、トリオンもすげえ減るし、そんなそうだった、やばいやばいやばい。いやまあ主人公はねこうやってだいたいこう体力が2割3割ぐらいになってからが本番ですから、ヒーローっていうのはそういうもんでしょ、そっから勝つのからヒーローでしょ。宮さんはヒーローだからさ、ちょっといやだからさ、うん、あのねあのね一旦落ち着こう、みんなちょっと待って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 、あと少しだからさ、ちょもういいじゃんもういいじゃん、もう準備やったでしょ君は、僕の後はさ手柄にしてくれない、わあっあっぶっあっくらバンクここで終わるわけにはいかないんだ、負けるわけにはいかないんだかよし、うん、よしここまで来た、残るは貴様のみだ、うわうわ
打ち合いで負けるかよ。対マンで負けるわけにいかないんだよ。いいから勝ちを譲れ。くそトリオンがね、こんな場合こんな時に限って、だがこれで終わりだ。いやあと少し、闇の炎に抱かれて消えろ。よし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 、ああ疲れた。いやまだ終わってないけど、まだワンウェーブクリアしただけだけど、いやーもうきついこんなことやるんじゃなかった。だがまだ終われない、まだワンウェーブ。次は嵐山対嵐山、せめて次も一体は、一体じゃない次も絶対やらなければいけない。はあ、一旦回復しよう。こいつからだ。さあ来い嵐山、貴様のその服を貴様の血の色で染め上げてやる。もうあれだから何を言ってるのか分かんない分かんなくなってきた。なんでくそ、あのメテオラ使ってんじゃないのトッキー、ちょっとそれはダメだって。メテオラは僕の特権なんだから、ダメだよそんな。だが嵐山、貴様だけは必ず落とす。怖っ。いやでもさっきよりは結構戦いやすいぞ。さっきはな、うわぁ槍がいたからな、槍とショットガンがいたから。でもこれならいけるかもしれない。まず嵐山を落とす。よし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 、さあ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 順調だ。嵐山も落ちるぞ。これでよし、次はトッキーお前だ。貴様は確実にここで息の根を止める。だっだっだっ、メテオラ対決は僕の方に分があるようだ。メテオラやめたか、賢明な判断だ。だがしかしテレポートだと、貴様そんなサブトリガーを使うんじゃねえ。よし終わりだ、あとはキトラ貴様だけでハンドガンで負けるわけにいかねえんだよ。この距離ならメテオロの方が有利だ。くらえ。よしよしよし、これならもうこの名分も楽勝か。おっとおっとおっと、近づいてどうしようってんだ。させねえよメテオラ、当たらねえ。おりゃ、よし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 、しかしもう5分も使ってしまった。ワンウェーブに対してものすごい時間をかけている。次は誰だっけ、あれ誰だっけ、後ろ笠間隊が。まいったな、だが全員アタッカーなら大丈夫大丈夫。この5分以内にこの3人片付けてみせると思う。ゴー、クソカメレオン、もしか、もう全員来やがった。貴様らそんな、お3人千鳥相手に引くわぞお前ら。ちょっとちょっとダメだって。だがまず風間体調を落とせればこちらにも勝機はある。くそー、なんてうざったいシールドなんだ。くっ、マジ。だが負けるわけにいかない。家族が見てるんだ、家族が。くっそー、うわ近づいてくる、あの悪魔たちが、しもべたちが、風間魔王のしもべたちが。くわー、だが倒せる、もう少しで倒せる。なっ、うわっ、このくっ、風間、くっそ、こちら、あと少し、よし、撃破。次は聞く力、貴様だ。もう魔王を失った、ただの下っ端どもには興味はない。さあ来な、このメテオラでほふってやるよ。そんなもんか。よしよしよし、これなら余裕だろう。届くまい、そんなやばな斬撃食らうはずもない。メテオラ終わりだ。ざま見やがれ。さあもう戦闘耐久力もないからな。捕らえたぞ。立川隊か。だがこれは二人、まず泉を落として遠距離攻撃を防げば、でたまにこう立川にもう、ちょっと今やばいな、体力がやばいぞ、結構やばいぞこれ。回復すればよかった。グラスホッパー、くっ、まずい。おっおっ
おお、弾が怖い。まず泉を封じて。まずいまずいまずい、メテオラが飛んでくる。時間もないんだ。さっさと勝負をつけさせてもらうぜ。負けるわけにいかない。ここまで来て、もうあとは2部隊だけなんだ。玉駒とジンさんだけなんだ。あのジンを撃つまでは実家に帰れない。まずい。おっどっ、うわっ、あ、まずい。だが泉は落とした。捕らえたぞ。これでシールドなんかしやがって、届くわけがねえだろう。そんな攻撃、あっぶねえな。先駆だが見てから避ける。まずい、時間がない。何より時間がねえんだ。よし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 、ガンナーはなアタッカーに出してものすごく有利だからな。食らうかよ。ほらシールド解けよ。よし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 。くそ、時間がない。回復して時間がない。この体力で玉駒に挑む。玉駒出てこい。今日こそ貴様らの息の根止めてやる。まずは貴様だ。おお、あのガンナーガンナーが2人いる。まずい、これは非常にまずい。この体力でガンナーはまずいって。ちょっとやばい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 。くそ、1分切った。そんなせめて1人落とせ。やばいやばい、くー、近づいてきてる。くわ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 、やめろ。やばい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 、マジでやばいマジでやばい。くわくわくわ、あぁ、どうした、君たちの力はそんなものか。はい、負けました。全然ダメでした。ああ、まあ大方予想通りでしたね。うん、まあダメだったということで。このゲームの反動感は厳しい、やっぱり。いや、もうちょっとなんかいろいろとセットしたらいいかもしれないけど、いやでも結構頑張ったと思うけど。まあね、ちょっと今回はこんな感じで終わりたいと思います。次回からね、おそらくまたホイケルとの連動動画、まあ、2人でねやっていくと思うんで、そちらの方もそちらの方は真面目にやるんで、超真面目にやるんで、あのこんなふざけた動画もうやんないんで、きっとね。よし、というわけでご視聴ありがとうございました。また次回のボーダレスミッション動画でお会いしましょう。ではトリガーオフ。